ではですね、今回は渡嘉敷島ということで案内していきたいと思います。渡嘉敷島はですね、慶良間諸島のうちの一つの島でですね、米軍は慶良間諸島に最初上陸してですね、沖縄戦の最初の舞台になったところですね。で、この那覇のですね、泊という泊港から出発していきます。船で1時間ちょっとぐらいですかね。で、渡嘉敷島はどこにあるかというと、ここにありまして、ここは慶良間諸島ですね。で、那覇から行くんですけれども、時間的に日帰りもできるんですけれども、前泊那覇にしてですね、朝から行くと楽なのかなと思います。で、これが渡嘉敷島ですね。で、赤松本隊号がここにありまして、旧日本軍の一隈丸の一隈号ですね。ここにありまして、基本的にこの2箇所ですね、戦跡は。で、ここに離島がありますね。で、ここからですね、車も乗せられるようなですね、大きなフェリーで、向こうにもレンタカーとかですね、あるんですけれども、この乗せるとね、値段もどうしても高くなるんで、向こうで借りる手間をね、惜しまない人はね、向こうで借りれればいいかなと思います。で、船に進むとですね、空港をですね、横目にですね、進んでいくことになります。で、望遠レンズを持っていればですね、結構飛行機がですね、間近で飛んでいくね、美しい姿が狙えたりしますね。で、この日はですね、ちょっと米軍の休みだったようで、米軍のね、コロナ禍なんで外国人基本的にないんで米軍の方だと思うんですけれども、もう戦闘に行こうとしたらですね、もう米軍に占領されててですね、ちょっとなんか気まずいというかね、ハウエーみたいなね。別になんか嫌なことがあったわけじゃないんですけれども、米軍もね、ここを上陸してるのを知ってるのか知らないのかよくわかりませんけど、訪れて、今でも訪れてる場所ですね。で、これが港で到着です。で、こっち行ってね、だいたいレンタカーとかね、借りるんでね、人は立ってるんでね、行くんですけどもね。で、まずですね、このマルレ号に向かうと、これが出た瓦礫ですね。で、ここが壕で、入ることはできないんですけども、外から見ることができます。こんな感じですね。あんまり深くなくてですね、隠してたというかね、ここから出撃するためのものだったのかもしれませんけれども、沖縄はですね、ちょっとね、ハブがいるので、あんまりこういうところ入らない方がいいと思うんですよね。ハブ注意とかね。沖縄本土にもですね、壕とかいろいろあると思うんですけども、ちょっとやっぱりハブが怖いですね。ハブ注意の看板には、たら気をつけてほしいですね。で、これはですね、オープンカーを借りたんですけれども。こういう島なんでね、オープンカーでドライブしてるとね、天気良ければね、非常に気持ちよかったですね。ただこれ荷物が乗らなくてですね、開けると荷物が乗らないってことで、一回この宿までね、荷物を置きに行ったんでね。そういうのはちょっとめんどくさい人はですね、普通の車借りた方がいいかもしれないんですけど、二人乗りなんでね、人数とかにもよって、いろいろ変えた方がいいかもしれないですね。で、ここがですね、そのマルレのこの駐車場の反対側なんですけど、出撃予定の海でですね。ここでね、シュノーケルとかなんか泳いでる人もいるんですけれども、ここはめちゃくちゃ綺麗ですね。ケラマブルーっていうよりはねですね、ケラマブルーっていうのはこのなんか奥の青いところみたいなブルーで、ここはね、普通にね、綺麗なエメラルドグリーンみたいなね、海なんですけれども。非常に美しい場所。ここ展望台があるんでね、展望台からも見ることができます。ね、こういうようなね、綺麗な状況なんで、ちょっと動画があるんで、動画を見せたいと思います。ここら辺でね、植物をずっと見てる人とかもいたんでね。植物に興味ある人とかも面白い島なのかもしれないですね。で、この青年の家に行ってですね、こんな道を進んでいくんですけれども、ここら辺かな、赤松号は。ここのね、受付でね、青年の家のところで、ちょっと号行けますって一言、
伝える必要があるので、そこはお願いしたいと思います。で、こういった状況で場所を進んでってですね、沢みたいになって、このね、奥、両側にあったりするんですけど、まあ私はちょっとね、宣戦布告という映画を見たことがあるんですけど、宣戦布告のようなね、こういう状況でね、まあこういうところジャングルみたいなね、住んでて、まあ当時の人もね、こう大変で、特にね、ハブもいるわけですからね。まあやっぱ戦争っていうのは大変ですよね。で、まあこういったですね、号がいっぱいあるんですけれども、まあ後でね、紹介したいと思うんです。ここにね、鉄板が入ってるんですよね。これ見たことなくてですね、まあ珍しいのかな。と思います。ここもですね、2段になってたりですね。あんまり号的にはその深くないようなんですけれども、まあね、機銃掃射とかね、空襲とかあった時とかにね、こう、避難号って書いてあるんで、避難する場所かなと思います。で、これがその鉄板のですね、近くに、まあこういう感じでですね。ちょっとね、もしかしたら戦後のものなのかもしれないですけどね。ちょっとわからないですね。でここはですね、ちょっと奥が深そうなんですけど、まあもちろんね、チェーンがあってね、入れないんで、あんまり見れないんですけど、まあいろいろね、バリエーションのある号になってますね。で、まあこういうね、ハブ注意っていう、まあ結構ね、インパクトあるし、ハブに噛まれたら死んじゃうと思うとね、やっぱちょっと怖いですよね。まあなるべくね、こういうところも複数人でね、行くとね、心の、まあ、精神的に安心できるのかなと思いますけど、救急車呼んだりね。で、近くにですね、まあ、集団自決の跡地って言って、こうちょっと進んでいくとですね、こう、まあ、沢みたいなのがまた出てきてですね、まあ、ちょっと何かが残ってるわけじゃないんですけど、そこでね、こう、ちょっと拝むような場所はありますね。で、ここはですね、なんか米軍の車とかも来ててですね、もうちゃんと、こっちに英語の碑文みたいなのんですけど、勉強しましたね。で、近くにですね、まあ、展望台もあって、もう、ここの展望台も綺麗なんでね、まあ、天気よければね、ぜひ訪れて、まあ、普通にね、こう景色のいいのを堪能したら、いい場所なのかな、と思います。で、ちょっとアハレンビーチにね、戻ってきてですね、まあ、宿でちょっとゆっくりしてから、ソーキそばを食べたんですけれど。なんでハーレンビーチに戻ってきたかというとですね。この、ハナリ島っていうのが、このハーレンビーチの近くにあるんですけれども、まあ、そこで砲弾が出てきたみたいなね。流れ着いたみたいな、ニュースになってましてて、なってまして、まあ、ちょっとこの後ね、もうカメラも持たずに、バナナボートなんで濡れちゃうんでね、行ったんですけれども、もうちょっと台風で流されてしまったよということでですね。もう見れないよってことで、まあ一応行ってきたんですけど、なかったですね。で、台風のですね、まあその凄さとですね、凄さも、まあ、砲弾流してしまうぐらいの強烈さ感じることもありましたね。で、ハレン展望台がありますね。まあここがその花里島でですね、まあここからバナナボート行こうかって言ってですね、まあこっち側でなんかみんな泳いだりしてるのかなと思うんですけど、まあ、砲台はこっち側みたいですね。で、この日はですね、まあ、火星はね、綺麗だったんですけど、まあ、那覇がちょっとね、近いんでね、明るいのもあってね、ちょっと天気というか、まあ、雲がね、多くてね、あんまり星空は見れなかったんですけどね、こういう星空もね、なかなか綺麗なビーチから見れるんでね、ぜひ行ってもらいたい場所だなと思いますね。で、翌朝ですね、ザマミに寄って帰ったんですけれども、まあ、この船はアハレンビーチのところからですね、まあ、宿から送ってもらえると思うんですけれども、ここがさっきの展望台で、ここ、車で2、3分ですかね。まあ、宿の人を送ってくれて、この時間帯に合わせてね、連れてきてくれて、で、もう一つの島寄ってザマミ、んですまあちょっとね、聞いたんですけど、ザマミの方はあんまり戦績残ってないようで、まあ普通にね、シーカヤックしてね、楽しく終わったんですけれども、まあね、そういうね、戦績とね、まあ普通に楽しい観光をね、組み合わせていったらね、
まあ勉強にもなるし、単純に楽しいし、いい思い出もなるし、いいのかなと思います。では、ザマミン、ザマミンじゃない、ケラマショと以上になりたいと思います。ありがとうございました。